皆さんこんにちは、トミーです。ハーブ&ライフのいつも一等シリーズ、今回もお届けしていきます。タイトルですけれども、おしろいの原料というタイトルで、ちょっと面白いタイトルかなと思いますが、はい、ハーブそのものに関する、出題になりますね。それでは問題に行きましょう。ハトムギは昔からイボの特効薬として知られておりました。今回はハトムギに関する問題ですね。江戸時代にはおしろいの原料としても使われていたと言われております。豊富に含まれるビタミン類やアミノ酸が肌の調子を整え、ティーにすると、体の余分な水分を排出し、むくみを改善してくれます。はい、まあ、すごく女性にとって嬉しい効能がたくさん詰まったハトムギでございますね。はい、で問題文は下のところなんですけれども、何々という生薬として関節炎やリウマチなどにも処方されておりますということです。はい、ちょっとだいぶ難しいんですけど、生薬の名前を答えてくださいという問題です。まあ知ってる人はかなり通だと思いますが、知らなくて結構まあ当然かなと思いますね。はい、生薬の名前でもありますし、まあこのハトムギの和名を、答えてほしいというところでもありますね。はい、はい、では答えに行きたいと思います。今回の答えは翼イニンというね、お名前になります。これがまあ生薬として、関節炎でリウマチに処方されておりますという和名で翼イニンと、ハトムギは言っていますので、まあ初めて聞かれる方が大半だと思いますが、一応まあこれがあるというぐらいで押さえておいてほしいと思います。まああまり、漢字も難しいので出題傾向は高くないと思うんですが、一応、押さえておいてほしいですかね。はい、あとですね、続きまして、おすすめの、まあ、利用法ということで、ハトムギ、あまり普段、食されることないと思うんですが、ティーにして、お茶で飲むといいということですね。はい。まあ、麦茶にしていただくのが一番いいというふうには、書かれているんですが、ブレンドティーで飲まれる場合には、左下、クコですね。はい。それから、ドクダミ。これは皆さんよくご存知かと思いますが、まあ、どれも苦いんですけれども、ドクダミはクコとブレンドして、飲んでいただくと、結構ですね、あの薬理効果は得られるんじゃないかなと思います。口当たりは正直あまり良くないかもしれませんが、何か入れるなり通してですね、うまいことを調整をしてもらえればと思います。はい、まあ、体にとってはすごくいい、ティーになるかと思いますので、ぜひぜひ飲んでみてくださいませ。はい、では今回は以上でした。また見てください。よろしくお願いいたします。それではバイバイ。